セルビア陸軍の組織セルビア陸軍はセルビア軍の陸軍である。セルビアの主権と領土の防衛、平和維持活動への参加、そして人道支援や災害救援を任務とする。セルビア軍はセルビア公国がオスマン帝国の自治公国となった1830年に設立され、1918年に新たに誕生したユーゴスラビアに編入された。 現在のセルビア軍は、セルビアが独立を回復した2006年から、活動している。セルビア軍は、セルビア軍の軍種のうち最大規模のものである。約17,850の常備兵力を有し、加えて5万の予備兵力を有する。2011年1月1日に徴兵制が停止し、職業軍人と志願兵のみで構成される。第2、第3、第4旅団は、 中央セルビアと領有権未決のコソボを結ぶ行政区画境界線に沿った地上安全地帯の防衛を担当する。地上安全地帯は長さは 384km、総面積は約1920平方キロメートルに及ぶ。地上安全地帯には20カ所以上のキャンプとセキュリティチェックポイントがある。海外での人道支援と平和維持活動への セルビア軍の関与を増やす計画がある。セルビアの警備隊2013年にベオグラード国会議事堂前で行われた陸軍主管学校第134期生の卒業式。2015年5月21日、ドイツのーエ園フェルスにある米陸軍の合同多国籍準備センターで、NATO、同盟国のモルドバ、モンテネグロと共にコンバインドリゾルブ法演習を 行うセルビア軍兵士部隊。2018年、ロシアのノボロシースクにある、レーフスキー演習場にて、スラビックブラザーフット演習を行うセルビア、ベラルーシ、ロシアの部隊。2006年の再編以降、セルビア軍は6つの主要旅団により編成される。各旅団は10個大隊で編成される。内容は、1個司令部大隊、1個装甲大隊、2個機械化大隊、 2個、不評代隊、1個自走砲兵代隊、1個、自走多連装ロケット砲兵代隊、1個、防空砲兵代隊、1個戦闘工兵代隊と1個、兵坦代隊である。第1旅団、第2旅団、第3旅団、第4旅団、セルビア陸軍、主要戦闘部隊緑のピン旅団 AM-84、AS1 主力戦車ラザール3対応と軍用車両2018年末の、 時点で、セルビア軍は414両の戦車を有していたが、ロシアから T-72 戦車を30両、寄贈されることになっている。ノーラ b 5 2 155mm 自走榴弾砲、空部 m ムシステムタチタバ M93 対物砲。ありがとうございます。